ヒロのバキアってところがえらいことになってますね。産経新聞、2024年5月16日。ちょっと物騒なので、すべてを読むのではなく、言うねんけど、スロのバキアの首相、重体、撃たれちゃったってことやねんけど、予断許さない状況続く、国際社会からも非難の声相次ぐ。1993年からスロのバキアやねんな。昔、チェコのスロのバキアやったやん。チェコのスロのバキアって、社会の窓主義共和国やってんな。1989年にビロードの核の命が起こって、トモさんの主義体制が崩壊すると間もなく分離の動きが進み、1993年1月1日、連邦制を解消して、チェコの共和国とスロのバキアの共和国に分離。解体されたやて。知らんかった。興味なかったしな。大体他の国で揉めてることなんてどうでもよかったもんな。今でもどうでもええけど。でも何が行われているのかは知るべきやってんな。ああ、愛想が命取りで、ああはならないようにしなくちゃっていう見本としての観察が大切やと思う。ビロードの核の命って、1989年11月17日から、翌月の12月29日まで起こった。静かな核の命やねんて。トムさん主義体制の崩壊、バンドンガンバキューンとかの話題を掘り下げると大変なことになるので、 YouTube 的にスロのバキアに学ぶ赤マルクス的なこと。今回撃たれてしまったロベルトのフィツオさん、ウィキペディアによりますと、法律家、政治家、2006年から3期目の首相やねんな。所属政党が中道左の派政党、スメル、過去方向、過去閉じる。社会の民主の主義やで。社会統計や。社会の窓主義インターナショナル加盟の政党である。最初は、スロのバキアのトモさんの党やった。トモさんは共産。で、民主左の翼の党に行って、今の政党に移りはったんですが、私が毎日毎日お伝えしたいのは、赤マルクス的なところは恐ろしいねんで。社会党もお友さんの党ももともと同じ組織で、国際組織やから、日本の今現在の野党もあかんねんでっていうことなんです。友さんの党も社会党ももともと同じ組織であること知ったら、ダメじゃんってわかると思うねん。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですが、社会統計の実にお偉い肩書きが立派すぎる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？っていう疑問を抱いて調べ出したんですね。その時の責任者の方が定年後に友さんの党員として生きる宣言をした。友さんは共産、社会党信奉者や思ってたら友さんかいな。リサーチの最後の最後の方で、今売られている既存の辞書や百科事典で把握したんですけど、もともと同じ組織やった。第二インターナショナル時代まで、戦時中までに出版された書籍縛りでは社会党の本質が全くわからなかった。社会党ってええんちゃうかなと思わせてた。日本は赤くて酸っぱい勢力から身を守るためにいろんなことしたんやけど、日独言って、ドドイツとイタイタと組んでたやんか。ドドイツのひーちゃん、極悪非道にされた人。あの方、国民に選ばれてんで、めちゃええオーラがあったやん思うねん。でも、時代には逆らわれへんかったんやろんな。利用されたんやろんな。ひーちゃんが入ったナチナチは国家社会主義やって。社会とってええもんちゃうかなって思わせてた時代ですよ。で、イタイタのムッソのリーに、あの方も社会の党やね。とても恐ろしい計画がございまして、国民が選んだという形を取らせて、資本の世界を潰させて、社会の窓主義の世界に誘って、後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画を抱いてる勢力があって、私たちが今見せられてるものは、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇っていつも言ってるんですけど、おそうめんっていうのは自由なおそうめん屋さん、自由フリーおそうめんメイソン。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しかトップになれないところが、お米の国って書くところ、雨の理科。
トムさんの党のコミッテル国際共産党第3インターナショナルはもう消滅したことになってるんですが、おそうめんが指導団体なのでなくなったふりしてるだけでしょうって見てるとしっくりいきます。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中、保守保守うるさい人たちってニュースオート運動やらされてる、もしかしておそうめん絡んでるってニュースオートに焦点合わせると面白いようにニュースオートに繋がっていったんです。私はスピリチュアルウォッチャーなんですね。スピリチュアルをありがたいものではなくて、キモ何これって調べ出したんです。10代後半でジョセフ・マーフィー先生っていうニュースオートの牧師さんの書籍を一生懸命読んでたんですね。その当時はニュースオートの牧師なんて知らんと、ジョセフ・マーフィー先生っていう人しか焦点合わせなかったんですね。その背景とか知らんやん。転職するときにミラクルが起こりまくって、潜在意識の活用、今で言う引き寄せの法則やねんけど、潜在意識の活用ってすっごーとか思って感謝してたんですね。20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われたから行ったら、何これキモって思って、そこからスピリチュアルウォッチャーになったんです。スピリチュアルをありがたいものではなくてキモいものとして探っていったんです。まさか政治の世界と関わるとは思わへんかった。保守の代表格のニュースキャスターなさってた方、あの方 T1 協の会の千日クラブで発見してから全く見てないんですけど、もともとはクリスチャンサイエンスモニター、宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めやった。そこが T1 協の会の世界の日報と提携してた。だからあの方 T1 協の会のお仕事できんねんなって納得したんですけど、クリスチャンサイエンスがニュースオートの基礎になった宗の教で、自由なおそうめん屋さんと共生関係にあるんです。これはビヨンドシークレットっていうザ・シークレットも怪しいもんやでを題材にした文庫本に書いてありました。私スピリチュアルをウォッチしてきたんでそんな本も読んでたんです。日本で保守論客で活躍できる人たちって宗の教絡みやな。 T1 教の会&お幸せ&天理のメディアで活躍できる人たちだらけやんか。私は相入れないなって見て見ぬふりしてたんですが、ほとんどというか全く映像では見ないことにしました。世の中の流れって仕組まれてて、旧約の聖の書とかタルタルソースみたいな名前のやつとかに沿って動いてるから、うちら日本国民はようわからん言うて、自分たちさえよかったら永遠的考え方で日本を守ることを考えた方がいいねん。スピリチュアル見えないものにハマってらっしゃる方って資本の世界があかんものって教え込まれてるから厄介で、新しいエイジくん、ニューエイジが光と闇の戦いがどないやこないや言うて、これからの時代はパラダイスになるって信じてはんねん。資本社会、トモさん、トモさん共産、三つの主義しかなくて、この三つの主義は世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、資本だけが自由に楽しく生きられる世界になってんの。社会ともさんの国になってしもたところは必ず辛い思い、痛い思いをさせられんねん。子供たちを利用して何とかしてあげないとっていう親切心を利用しながら巻き込まそうとするので、私はどうでもいいねん、興味ないねん、知らんねんって一切見ないことにしています。どこかに行ってエレベーターなどで乳母車を押してらっしゃる方とかには優しくするよ。私の場合それ限定やけど、親切は骨折り損のくたびれ儲けって過去を学んできたから、できる限り誰とも関わらんようにしてんねんけど、私たちは資本主義と日米同盟だけ守ってりゃええのよ。それには自民しか選択肢がないんです。保守保守うるさい連中、スピにハマってる連中は新しくできる政党を支持させようとしてきますが、自民の票を割らそうとやっていますが、そんな先導に乗ってはいけません。ということで、うちらには自民しかないでっていう話題でした。